ビアティン三重を番組で応援するゴージェービアティンのコーナーです。今日は新キャプテンの塩谷仁選手と今シーズン加入したフォワードの酒井達磨選手にリモートでご出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。そしてビアティン三重アカデミーアドバイザーを務める樋口志郎さんとともにお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さてまずはこちらの話題からお伝えしてまいります。19日金曜日、新体制発表会が行われ、新加入選手11人を含む今シーズンの選手たちが登場しました。そして今シーズンは塩谷選手がキャプテンを務めることが発表されました。塩谷さん、キャプテン就任おめでとうございます。ありがとうございます。まずキャプテンに選ばれての率直な心境いかがですか？今年はビアティン三重がJ リーグに昇格する年なので、その年のキャプテンをできるっていうのはすごい幸せに思います。樋口さん、大変なプレッシャーがかかるシーズン、幸せに思うという新キャプテンからの一言ありました。いかがですか？まあ、素晴らしいコメントでしたね。素晴らしいコメントですね。これは期待がかかりますね。塩谷さん、これキャプテン就任を言い渡されたその瞬間というのはどういうお気持ちだったんですか？去年から副キャプテンを務めさせていただいてたんですけど、はい、今年、始まるときに監督と GM からキャプテンやってほしいって聞いたときは、うん、ちょっと心の準備はしてたんですけど、俺かよっていうちょっと戸惑いもありましたね。実は戸惑いはあったというね。本当に大事なシーズンということになります。いよいよ今シーズンこそ夢の J リーグに向かおうじゃないかというシーズンになるわけです。キャプテン就任後、これ練習での立ち位置であったり、あるいはこうプレーに変化があったりとか、何か変化感じていられているところありますか？キャプテンになったからといって何をするとかではなくて、ピッチに立って全力でやって、それの一人一人が役割があるんで、それをみんなでやれればいいかなって思ってます。うん。そして今年は突破、突き破れ、情熱と魂でをスローガンに掲げていて、リーグ優勝で J リーグ昇格を目指すということになるビアティン三重です。樋口さん、改めて塩谷新キャプテンにこう期待するところというと、どんなところになってきますか？そうですね、まずはもう自分のですね、はい、得点一番よく取ってますのでね、昨年以上の得点を取ってもらって、はい、あとは新加入選手も多いですから、やっぱりチームをまとめてもらって、やっぱり勝つチームは一体感というものが生まれてきますので、やっぱりリーダーとしてそういうところを引っ張っていってほしいなと思いますね。まさにリーダーシップ、先ほどのコメントから溢れるようなところを感じましたね。そうですね。ね、はい、なんでそこ笑うんですか？さあ、それではお待たせしました。酒井選手。初出演ですのでプロフィールご紹介します。酒井さんは1996年3月21日生まれ、24歳で現在いらっしゃいます。大分県のご出身です。徳山大学を経て松江シティ FC に加入、松江では3年間プレーして、去年は9ゴールを決め、滋賀の坂本選手とともに得点王に輝き、ベスト11にも選ばれています。酒井さん、松江は、はい、昨シーズンは順位10位という結果だったと思うんですけれども、改めて昨シーズン振り返っていかがですか？はい、ですね、昨シーズン僕一昨年に膝の大怪我で1年間シーズン戦えなかったんですけど、去年その復帰して、で開幕戦で得点取ることできて、でシーズン終わって得点王とベストイレブン受賞させていただいて、なんかもうコロナ禍でシーズン半分しかなかったんですけど、はい、なんか本当サッカーできることのありがたみも感じたし、うん、そのありがたく感謝しながらサッカーやってる上で、さらに得点をベストイレブンも受賞できて、はい、本当になんか人生の中ですごい充実したシーズンになって本当に良かったと思います。ある意味その怪我明けで大変不安な時期の中で、しかもコロナの影響もあってというところで、はい、得点王に輝いたって、これ勢いに乗っている状況かと思うんですけれども、その中でこのビアティン三重に移籍したのはどうしてだったんですか？
そうですね。やっぱり、J リーグのライセンスを持っているっていうのは、なんかすごい魅力的で。はい。で、もういろんな方々から聞いてるのは、ビアティン・ミエのサポーターの方は、JFL で一番熱いっていうふうに聞いてたんで。で、僕ももう応援が本当力になるようなタイプなんで、うん、もうビアティンでサッカーしてみたいなっていうふうに思ったのと、はい、あとはもう、監督と GM からすごい熱烈にお誘いいただいて、で、他のチームも何チームかお誘いいただいたんですけど、はい、やっぱビアティンが一番すごい熱烈に僕を欲しいと思ってくれてる感じが伝わったのが、もうすごい決め手になりましたね。ようこそビアティン三重。お願いします。これ入った時は、今どういう、こう、心境なんですか？こう、実際にビアティンに来て、こう、やっぱテンション上がってる感じなんですか？はい、いや、もうテンションめちゃめちゃ上がってますね。もう、チームの雰囲気も最高だし、もう開幕に向けてみんなで、すごいいい雰囲気でやれてると思います。ああ、そうですか。塩谷さん、はい、酒井さんとは、ですからこれ、昨シーズン対戦してることになるわけですよね。はい、松江シティとやった時に、しっかり点決められました。ね、そしてですからビアティンはこれ残念ながらそのゴールも含めてこれ松江シティにこの試合敗れたということになるわけですけれども、改めて塩谷さんはこう、はい、酒井さんのどういうところがいいと思いますか？すごいゴールへの嗅覚といいますか、その得点できる場所を知ってるなっていうのと、あとまあ他にも何でもできるフォワードだなって思います。で、それだけじゃなくて、まだ1ヶ月ぐらいしか一緒にいてないですけど、すごい人間性も素晴らしいなって思ってます。ああ、そうですか。樋口さんはどうですか？こう、酒井さんへの期待。いや、もうね、顔を見ていただいたら本当にこう明るくて、はい、もうイケイケの感じがしますしね。はい、どんどん取ってほしいと思います。本当そうですね。はい、酒井さんは自分のこういうプレー、サポーターの皆さん見てくれよっていうのはありますか？いや、やっぱり一番は得点力っていうところなんですけど、やっぱ得点だけじゃなくて、そのチームの雰囲気良くするためにしっかりチームのためになるようなプレーを熱い気持ち持ってやっていきたいと思ってるんで、はい、そこを見ていただければなと思います。期待しております。ありがとうございます。では一旦コマーシャルを挟んで、この後は新加入選手の素顔に迫ります。僕たちの未来に踏み出していくんだ。皆さんこんばんは。今シーズンキャプテンを務めさせていただきます、背番号7、塩谷仁です。新加入選手をね、ちょっとこうやって探っていこうかなって思ってます。じゃあ行ってきます。新加入の背番号3番、穂積亮です。はい、ポジションはディフェンダーです。特技は謎かけです。謎かけ、ビアティンとかけまして、いや、ビアティンとかけまして、ダチョウクラブのおでんとときます。おー、その心はどちらも熱いでしょう。うわー、おそっちです。本題 C から来ました山内です。いやー、渋い。お願いします。お願いします。いや、今季10番ということで、はい、ちょっと目標教えてもらっていいですか？目標、個人の目標は怪我をしないっていうのをしようとしますけど、ちょっとすでにちょっと痛いんで、はい、チームの昇格に貢献するってことで、はい、頑張ります。背番号16番の橋本拓人です。自分のプレースタイルを教えてください。自分のプレースタイルはそうですね、いっぱい走って、はい、ボールに関わって、はい、どんどんゲームを作る、ゲームメーカーところかな、はい、なるほど。じゃあビアティンの皆さんは、まあ、橋くんがゲーム作るところをね、見てほしいですね。自己紹介お願いします。はい、奈良クラブから来ました。番号5番、関哲也です。お願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。三重、どうですか？練習、きついですか？まあまあまあ、奈良よりはきついです。ああ。じゃあ、今年の、はい、目標と、あと自分のここを見てくれっていうところです。ここ。目標は、まあ、
チームのまず目標の優勝と、まあ、怪我をしない、はい、でチームに貢献するって感じですかね。はい、はい、ボール持った時かな。ボール持った時には哲くんに注目してください。そういうことです。ということで、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ翔くんの得意なプレー、ここ見てくれあーっていうプレーありますか。そうだな、ハードワークかな。ハードワークはね大事よ。じゃああのあとちょっとすごい爽やか系イケメン、なんか奈良なんかイケメン多いな、ちょっと爽やか系イケメンなんで、好きな女性の仕草、仕草、はい、教えてください。髪をイメチェンした時とか、はい、あ、ロングからショートとかってことですか。あ、そうそう、結んだり。なるほどね、だそうです、みんな恥ずかしいお願いします。自己紹介お願いします。奈良クラブから来ました、背番号15番タミヤオトです。よろしくお願いします。いやー、男前ちょっと顔見してよ、男前の顔見してよ。いやよ、いやよ、コロナ。いやー、じゃあ好きな女性のタイプでも聞こうかな。好きな女性のタイプは優しい人ですね。常に笑ってる、常に笑ってる優しい人です。はい、じゃあ今シーズンの目標をお願いします。今シーズンの目標は、優勝です。そしてまあ個人としては試合に出て一つでも多く活躍、チームの勝利に貢献することです。はい、日本体育大学から来ました、あ、違う、アルティスター様から来ました鈴木徹です。嘘でしょお前。鈴木徹です。はい、私はゴールキーパーです。背番号12番です。どういうとこ見てもらいたい。でもとにかく人として男として熱いんで、そこ見てほしいです。熱いもんなお前で、しっかり、え、ちょっと待って、どんくらい熱い。どんくらい、もうこんぐらいでしょ。こんぐらいです。新加入の小杉です。どっから来たんですか。あ、新潟県から来ました。あ、大阪体育大学から来ました。そうだよね。はい、体大。体大です。体大ね。はい、絶対なんか持ってんじゃん。持ってないです。いいよ。うわ、ちょ、そういうことですか。小杉ですか。うん、大丈夫、できるよ。はい、じゃあ一つやります。はい、いきます。肉まん、アンマン、ロックマン。ちょっとプレースタイル教えてもらっていいですか。プレースタイルは、うん、めちゃくちゃ テクニックです。嘘つけ嘘です。下手くそなんで、ハードワークして、運動量、はい、努力作、運動量多めで戦いたいと思います。ちょっと相方いないんですけど。そうですね、もう Q さんで仲良くしてる、はい、してるじゃないですか。ちょっとじゃあ大君と小太郎君にお互いのいいところを一つずつ言ってもらおうかな。小太郎、はい、小太郎めちゃくちゃあるよ。でもマジっすか、うん、じゃあ一番いいとこ言っていい。一番いいとこ言ってください。パッて小太郎の顔見ると、はい、鼻毛が出てるぞ。全然良くない悪いとこ悪いとこ出てる。じゃあ小太郎君は大君のいいところ。三つあろ。三つ、うん、じゃあ三つそんな言いたいんだったらいいっすよ。ピュア、ピュア、ピュアですからよ。いいね、ピュア、いいね、いいよ、うん、ちょっと匂う。あれ、ちょっと匂う。ちょっと匂うってない。ね、滑ってます。滑って大丈夫。俺が滑ってるじゃん、ちょっとです。2個で2しかなかった。見え、見え来てどう。見え、本当になんだろう、充実してる。ほんと充実してます。いい選手多くて、先輩たちも優しいし、ほんとに三重はあれですね、すごいすごい、なんて言うんだろう、すごい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 。井口さん、はい、新加入選手も豊かな個性持ってますね。ね、前向きで明るい、まあ、このまま試合にちょっとこのままのね、なんかこのリラックスした感じで試合に臨んでもらえればいいんじゃないですか。なるほど、はい、いやでも塩谷キャプテン、キャプテンの務め果たせたんじゃないですか。こう素顔をしっかりと出させるという。
いやー、もうすごいところまで見えましたね。すごいこれでも撮影しながら改めてこう新加入選手の面々というのはキャプテンやっぱいい印象なんですか？そうですね、みんなすごいいろんなことやってくれますし、ええ、これからどんどん見せてくれると思います。なるほど、これは楽しいですね。これからもビアスバ酒井さんはでもやっぱり新加入選手も含めてこういう空気感が嬉しいんですよね。そうですね、うん、すごいやりやすいですね。本当この明るい空気のままゲームに入ってね、そして結果を残してまたどんどん明るくなっていくという、そんなビアティミエを今シーズン期待したいと思います。なお今回のビアスバもミエテレビ公式 YouTube で公開します。それと今日ご紹介できなかった未公開シーンも今日の放送後に公開します。実は酒井選手のシーンもあるんです。でその酒井選手のシーンについてはその未公開シーンの方で、ご紹介しますので、ぜひ皆さんご覧いただけたらと思います。ではリーグ開幕戦のお知らせです。リーグの開幕は3月14日、ビアティンはアウェーでいわき FC と対戦します。ホーム開幕戦は3月21日、FC マリアス岡崎を朝日ガスエナジー東インスタジアムに迎え撃ちます。では最後にお二人に今シーズンに向けての意気込みをいただきたいと思います。まずは塩谷さんからお願いします。はい。いつも応援ありがとうございます。今年は3月14日から開幕しますけど、選手たちと共に戦ってもらえたらなと思ってます。共に昇格しましょう。はい、ありがとうございます。では酒井さんお願いします。はい、今シーズン J リーグに昇格するために、サポーターの皆さんの応援が必ず最後の、勝ち点を積むのに力になると思うんで、ぜひ応援お願いします。個人としては、2桁得点今年は取れるように頑張っていきたいと思うので、ぜひ皆さん試合で応援してください。よくぞ言ってくれました。期待しております。塩谷選手と酒井選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。